こちらの小説がですね、なんと今年残念ながら詳しい原価まで、きっちり数字1円単位まで見ていきますので、この紙ショーツに代わる紳士ショーツっていうのを作ったんですよ。はい、本日ですね、原価 97% のこの紙ショーツがですね廃盤になりましたというお知らせをお伝えしていきたいなと思います。ということで、こちらにある通り紙ショーツ、昨年出した和紙をインディゴで染めたっていうショーツなんですけども、こちらの小説がですね、なんと今年残念ながらもう廃盤ということが決定しました。で、まあそれの経緯とか、あともうこの後見てもらいますけども、詳しい原価まで、きっちり数字1円単位まで見ていきますので、皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。でね、この紙ショーツ、じゃあなんで廃盤だったんかって言ったら、いや人気なかったやろとか品質悪かったやろっていうことじゃなくて、実はね品質とかめちゃくちゃ良かったりとか、あの人気もそれぞれあって、例えば皆さんからいただいたレビュー、商品ページにあるレビューなんですけど、品質が高いとかね、あと質がやっぱいいとか、それ以外にあった履き心地が良かったとか、あとね僕を個人的に褒めてくれてる意見もあって、こういう意見すごい嬉しいです。何かというと、これをまさかショーツにするっていう発想がすごいですっていうお声いただいてね、あの僕褒められたら伸びるタイプでもあるんやけど、けなされたらもっと伸びるってタイプでもあったりするので、まあ、その辺はちょっとあの難しいところなんですけど、ぜひぜひお願いします。では他にはまあ買わへん理由はもうないですよねとかっていうお声いただいてまして、まあ生地感が最高とかそういうお声いただいてるんですけど、これはねはっきり言います、品質に関しては 100% どこにも負けません。絶対に負けへんし、絶対品質で文句言わさへんってもう僕もう決めまくってるんですよ。だからこの後見てもらったら分かるんですけど、原価とか見ていったら、そらこの金額かけて文句出るわけないよなっていうようなぐらい金額かけてるので、まあ、ショーツ以外もそうなんですけど、フリースにしても、ロンティーとか T シャツにしてもそうなんですけど、質が悪くて返品ってされたこと一回もなくて、自分に似合わへんかったとか思ってる長さと違うかったっていうことは、デザインとして僕が出したデザインが悪くてっていうことはあるんですけども、質が悪いっていうことは一回も言われたことないし、今後も絶対言わさへんと決めてますので、それが徹底して品質に関しては管理してるということになっておりまして、でショーツでもあるし、まあ、デニムっていうところもあるから、やっぱり経年変化っていうところをこう見ていくのが一番楽しいと思うんですね。で元々の本来の新品時の色ってこの色味なんですけど、それがこれぐらい色味変わっていって、さらにもう一個変わったやつがここまで変わるんですね。でこれは履けば履くだけこういう色味になってきますし、どん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 色味がねこのように変化していくわけなんですけども、まあ、デニムの良さってこういうところが良さやったりするじゃないですか。今回これ生地から何から全部縫製から何も全部日本の岡山でやっております。なので、まあ、その辺も後では喋るんですけども、やっぱ日本の技術力の高さ、このインディゴを求めるためにルイ・ヴィトンとかもね岡山にデニムを探しに来たりだとか、あとまあ海外の一流ブランドとかもデニムを岡山に探しに来てるぐらい、日本のデニムって別にこれだけじゃなくてね、日本のデニム自体がすごいクオリティが高いっていうことが、僕以前ロサンゼルス行った時にね、メイドインジャパンのファブリック生地ばっかりなんですよ、デニムに関してはね。っていうぐらいデニムといえばジャパンってみんな思ってくれてるぐらい、世界中でもやっぱり日本の質で高いねなっていうところを、思いました。ただ、まあ、今回残念なことに、なんで廃盤なんかっていうと、このね、僕が仕入れさせていただいてる表地ですね。これが元々の表地なんですね。で、この表地がですね、なんともう廃盤になったんですよ。で、なんで廃盤になったんかっていうと、値段後で見てもらうんですけど、どこって会社は言わへんけど、1メートル1900円するんですね。1メートル1900円って言われても、パッて意味わからんと思うんですけど、まあ、それがね、まあ、どんなもんなんかっていうと、リーバイスとかで使われてるようなデニムあるじゃないですか。あのクラシックな旧式の、あれの倍ぐらいすると思ってもらったらいいですし、まあ、もっと言うなら、ノースフェイスとかが普段使ってるナイロン生地の 3,4 倍ぐらいするっていうぐらい、まあ、高価な生地なんですけど、やっぱ和紙を使ってやるから、その分ドレープ感とかも綺麗やったりして、これが裁断されて、ショーツになってはいくんですけど、やっぱそんな高い生地使うブランドってあんまないんですね。結果から言うと、この生地自体がもうなくなったんですよ。作ってもどうせ買う人がいてないってことで、もう作らないっていうことになって、もう廃盤になっちゃったんですね。だから、まあ、僕らも今回量産するときに、工場さんにね、この生地今年もありますかって言ったら、申し訳ないんですけど、もう廃盤になっちゃいましたと。もし仮に作るんやったら、とんでもない量を作っていただけたら、一からジャパンメディアのために作ることはできるんですけどもって言っていただいたんですけど、今の僕の力でそんなとんでもない量を作れないんですよ。だからもう生地自体が終わっちゃって廃盤になったと。だからいつか僕のこのジャパンメディアがこうどんどんアメリカ進出とかですごくなっていてね、大量に作れるようになったら、またこれをね一から作ってみたいなと思うんですけど、今の段階ではそういう力がないので、今回廃盤になったと。よく家電とかもあるじゃないですか。すごいハイテクな掃除機とかハイテクな家電できても、それを買う人がおらんかったら、どん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 衰退していくみたいな。あのブルーレイとかもそうですよね。 DVD が出てブルーレイが出てすごいと思ったけど、なんか知らん間に吸い出してたりとかしてて、結局ネットフリックスとかアマゾンプライムとかそっちに行ったみたいな感じで、その DVD とかそのディスクを入れるっていう文化がもうなくなってたのと同じように、やっぱり使う人がおらんかったら、こういう生地とかも同じくいいものでもなくなっていくんですよ。だからそこがまあもったいないなと思うんですけど、まあ、これは仕方ない部分なんかなっていうことで、まあ廃盤ということになりました。だから今現時点で在庫のある分のみしかないんですよ。で後でも言うんですけど、L サイズはもうないです。で今僕がこれ履いてるのは XL で履いてるんですけど、もう L 自体がないんですよ。だから例え
えば M 買っていただいたけども、うわもう一個上サイズやったら合うかなっていう方なんかはもう返品させていただくというか、返金全額返金させてもらったりとか、 XL 買ったけどうわちょっとこれでかいな、もうちょいちっちゃい方がいいなっていう方 もう L がとにかくないのでサイズ交換できないのでもう全額返品させてもらうっていう感じなんですけど、もう本当に今あるものだけっていう状態になってます。こっからですよ、皆さん大好きお金の話ということで、原価をね皆さんと一緒に見ていきたいなと思っております。で今回ご用意するのはですね、この表地の方とポケット地ね、これちょっと色味はちょっと違うんですけど、物に関してはもう全く一緒なんで、色味はねこういった濃いネイビーにしてるんですけど、サンプルの時はこういうちょっと薄いネイビーだったんで、このメッシュなんやけども鍵が引っかからへんようなメッシュを使ってるんですが、この辺はね見ていきたいなと思います。まずはですねこちらグラフパッと見ていただきましょう。この和紙デニムがね、まずメートル単価っていうところ見ていきましょう。1950円って書いてますね。これが一着作るのに何メートルいるかって言ったら 1.2 メートルいるわけなんですよ。なるほど、数 1.2。 じゃあ 1950×1.2 は横に書いてますね、2340円。まず生地代、表地だけでかかるよと、この時点で相当高いのが分かりますよね。あ、ちなみにその上にある縫製って書いてるところは、これ岡山県の津山市っていうところにある縫製工場さんです。日本の縫製工場さんに依頼かけて、またそれは別の会社なんですけど、パンツが専門というかパンツが得意の縫製会社さんで依頼させてもらって、1着当たり4200円で縫っていっていただいてると。でこの段階でもう6500円するわけなんですよ、原価がですよ。で次下行きましょう。次ポケットの生地ですね。ポケットの生地がこれメートルあたり630円します。でこれ1950円から見たら、うん、なんか安いなと思うかもしれんけども、これが有名アウトドアブランドの普通の生地の値段ぐらいだから、ヌプシとかもだいたい表地はこれぐらいの値段なんですね、僕が知ってる限りでは。もしかしたらもっと安く仕入れてるかもしれんけど、僕が知ってる限りではこれぐらいの値段なんで、これがだいたい 0.4 メートルいりますと、1着作るのにね。そしたらだいたい252円かかるよねと。で次ファスナー、実はこのポケットの後ろ側にこの経年変化したやつ見てもらったら、こうファスナーがねあるんですよね。でこのファスナーにももちろんお金かかってますので、この YKK のファスナーは品番がこういう風にあって1個20円と、でそれが、1つしか使ってないので20円ですよと。ファスナーってめっちゃ高いんかなと思って、実はそんな高くないんですけど、僕がよく使ってるエクセラってやつはもっと高いです。これのね10倍どころでは効きません。20倍30倍40倍50倍ぐらいするかもしれないんですけど、でこれ引き手って何かっていうと、このファスナーについているこの先っちょの持ち手ですね、これを引き手と言いますけども、この引き手に関しては1メートルあたり39円なんですけども、使ってるのは 7.5 センチしか使ってませんので3円ということで、こんなに細かく出す人いてる？多分世の中にいてへんと思うけども、出して別に僕のブランドやからね、僕が OK って言ったら全然出せるんですけど、そういう感じになってます。だから YKK すら使わへんってことは、20円のファスナーすらケチってるってことなんですよ。だから YKK じゃないってことは相当他のものもケチってるっていうところで、他のブランドでもあるじゃないですか、これ YKK 使ってないファスナーやみたいなのは表地から相当ケチってるので、ほんまに表地100円とか表地100円以下とかっていうのもありえるんちゃうかなっていうぐらい原価を抑えてるとこもあります。で縫製とかも今回4200円でやってますけども、バングラディッシュとかは1着200円とか300円とかでできるらしいので、20分の1ぐらいでできるっていう風にも聞いてますので、まあ安く作ろうと思えたら作れるけど、まあその代わり品質がむちゃくちゃやったりとか、どういう環境で作られてるかわからへんが、ほこりまみれとかどうなってるかわからないですけど、まあそこに愛着も何もないかもしれないっていう感じですね。で次ドローコートの紐、ここの前の紐ですね、この紐に関してはコットンで、今回採用したんですけど、この紐が1本50円ということで、1メーター50円なんですけど、これ 1.3 メーター作ってますので65円になってます。まあポリエステル素材でもそんなに違いはないんですけども、それぐらいの値段と。ただ1本しか仕入れへんでやったらもっと高いですよ。ファスナーもそう、1本しか仕入れへんでなったらこんなもん20円とかで買われへんから200円とかぐらいするんですけど、僕も大量に仕入れてるから、今回これ作ったのでもだいたい300着とかで作る、400着とかで作るから、まあ、そういう時は安く仕入れれるんですけど、そんな感じです。で次はこのウエストの方にゴムあるんですね、ライクラソフトっていうこのウエストのゴムがあるんですけど、このゴムが1メートル70円で、これだいたい1メートルぐらいなんでちょうど70円ですよと。で洗濯表示っていうのがありますよね。洗濯表示って言ってこういうね、もうこれ洗いすぎて消えてますけども、ここに洗濯表示があるんですけども、こういう洗濯表示も1枚8円とか、あとサイズタグですよね、ここに S サイズとか M サイズとかって、これ L サイズってサイズの表記ここにあるんですけども、これとかも1枚16円とか、全部にもちろんお金かかってますので、そういう感じになってます。で次の下の青い部分なんですけど、これは何かというと、今僕ら結構在庫が多いので、それを工場に一回置いてるんですね。もうオフィスに置けなくなったんで工場に置いてるので、工場の保管管理費であったりとか、それ以外の人件費であったりとか、それ以外に発送する際に工場に置きっぱなしやったら袋汚いから袋入れ替えす人件費とか、まあそういったのが2000円かかっていますと。1892円というのは何かというと、この生地は A 社で作ってもらってるんですね、表地で。これが B 社
社で作ってもらってるんですね。でこれを、僕のオフィスに送ってもらったらこれだけで片道いくらか送料かかりますね。こっちも片道送料かかりますね。でさらにこの YKK のジップも別の会社 YKK から送ってもらってくる金かかりますね。でこの引き手も、引き手の会社から送ってもらってくる金かかりますね。でこのドローコードも別の会社から送ってもらってくる金かかり、全部に金かかってるので、その送料代だけで八尾に来るだけじゃなくて、八尾に来てそこから縫製工場の岡山に全部送らなあかんから、岡山に送ってそれが仕上がってまた帰ってきた分の金額がこんだけ乗ってくるわけなんですよ。でそれ以外に下の12円は何かっていうと段ボール代ですね。ガムテープと段ボール代、お客様に送る際の段ボールが1つ、ガムテープと段ボールで、ガムテープはだいたい1メートルぐらい使います、そしたら1メートルはいくらですかとか、段ボールは大量にガッて僕ら買うので1個あたり安く、できるので合計で12円でできますと。で次25円何かというとパンフレットを入れさせていただいてるんですけど、そのパンフレット代が1部あたり25円かかりますよと。でそれでも一応僕ら5000部とかパンフレット作ってるんですけど、5000部でも1枚あたり25円してくるので、そういうのがあったりだとか、あと次の36円何かというと、これはですね3点セット入れさせてもらってて、何かというとステッカー、ジャパンメディアのステッカーとか、あと返品する際はこういう風にやってくださいねっていう紙を B6 の紙とかで入れさせてもらってるんですけど、それにもお金もちろんかかってるので、それを入れると36円と。で最後の下の1200円というのは何かというと、それを管理する発注したりとかメールしたりとか、あと電話でじゃあ縫製いついつにしてください、何月にしてくださいで発注書出したりとかする、僕の会社の人件費ですね、スタッフの分の人件費を入れると、こんだけになってくると。で合計右下にあります12,141円ってなってるので、販売額から見てもらったら分かる通り、もう全然ぼったくってるの全くないんですね。だから他のブランドで出したら、その2000円の原価のショーツなんか作ったら売り値多分5万とか超えてくるんですよ普通にね。で5万でも言うたら 20% ですから、原価 20% の洋服って普通なんですよ。 16% から大体 33-4% が一般的なアパレルブランドなんで、それ考えるとそんな5万のショーツってなかなか売れへんじゃないですか。だから、僕みたいに中間業者倒産と直接工場と電話したりやり取りしてる人だけじゃないとこんな原価かけれないんですよね。だそこは僕の強みやと思ってますので、とにかく原価かけて、最初も言ったみたいに絶対品質でこう不満持たせないというか、満足していただけるようにお客さん騙すようなこと絶対せんと、お客さんに絶対喜んでもらえるような品質をやるってなったら、やっぱり僕のお客さん結構一周回った人多いので、いろんなものを触り終わったりとか使い終わった人ら結構多いから、いいもの悪いの目利きするできる人多いから、お安物しか買ったことないっていうよりかは、いろんなアークとかも全部買ったことあるけど、その上でいいって思ってもらえるにはやっぱり原価かけるしかないので、まあそういったところで、今回ね全部暴露こうやって出してますけども、4月1日に値上げがねあったかと思うんですけど、これに関してはもう値上げしてませんっていうのも、なんでかっていうと、それぐらい全商品そうなんですけど思い込めて、気合い入れて作ってますので、まずはねこのショーツからこう手に取ってもらって、ほんまにマジでこれレビュー書いてる通りやんけって思っていただいてから、ジャパンメディア今後も見ていただけたら嬉しいなと思いますので、ほんまにねこれ持ってけ泥棒状態でございます。原価度外視持ってけ泥棒っていう状態になってますので、見ていただければなと思います。もうほんまにここまでね全部晒してね、皆さんにこうちょっとの不信感もないようにこんだけ出してるとこってあります？もう僕も全部出してますから、皆さん騙すつもりないですよっていうところの裏付けになってますので、そういうところで見ていただければなと思っておりますということになってますので、普段ね履いてはるショーツとサイズ感とどんなもんって言われると、僕はだいたい L とか履くこと多いんですよね。ノーサイズとかでもバーサタイルとかで L 履くこと多いんですけど、それだったら XL ワンサイズ上ぐらいでちょうどいいかなって感じで、 L にすると、ちょっと膝曲げた時とかちょっと短く見えたりするかなと思うので、基本的に僕商品画像に入ってるやつは全部 L で履いてるんですけど、今考えたら XL やったんかなっていうような気はするので、普段のワンサイズ上ぐらいがちょうどいいんちゃうかなと思います。で、ウエストに関してはもうゴムなので、ある程度調節が効くので、大きいの買ってももうガボガボでずれてくるってことはないんかなと思いますということになっておりますので、今回ね和紙を使ったショーツで、これも毎年出していこうと思ってたんですけど、こういう廃盤に生地が廃盤になったりしたら、やっぱり商品自体も廃盤になっちゃうんです。で僕結構特殊な生地とか生地値の高いものばっかり使ってるので、このショーツでも高いというか1950円だけど、フリースなんかは3000オーバーしてますので、そういう生地値の高いものってやっぱりみんなあんまり買わないので、どんどん廃盤になる可能性はあるんですけど、そういうところを僕は攻めていきたいと思ってますので、今後ともね見ていただいたりとかして、相変わらず絵の作ってんなと楽しみに見ていただければ嬉しいなと思いますし、それこそ今年もいろいろこの紙ショーツに代わる紳士ショーツっていうのを作ったんですよ。紙ショーツは素材が紙で作られてるから非常にいいよねっていう感じで作ったんやけども、反省点としてはやっぱ和紙で作ってるので、多少使ってるとこういう毛羽立ちとかがやっぱ出てくるんですよね。それはコットンでもそうなんやけど、和紙とかってやっぱ天然素材なんで出てくるっていうところを踏まえて、紳士でも履けるようなショーツなんかないかなっていうことで、素材を化繊に変えて、さらに丈をもうちょっと長くした紳士が履く用のショーツっていうのを、今年の5月からまた来月からか、販売すると思いますので、その辺もねまた興味ありましたら見ていただけたらなと思います。ということで本日はですね、原価 97%、紙ショーツの販売廃盤確定という動画になっております。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。